はい、じゃあ今回はサクセスマウンテン投手 265m の振り返り動画ということで見ていきたいと思います。振り返り動画なので実況は後付けです。で、一番最初ですね、コツが来ててルナちゃんか虹谷だったんですけれども、まあルナちゃんが、来ましたと。まあ、最初はね、特に打倒ポイントとかないんで、コツが来てたら、まあ、コツを追っていきましょう。で、基本方針としては練習でやった時と全く同じ編成になってます。で、天才の入部届ね、持ち込んできました。で、天才の入部届って次元ボックスで一応5枚用意されてるじゃないですか。じゃあセンス丸がついて、で、その5枚ね、全部使ったんですけど、1個も物にならなかったね。で、ここでは、守るくんかパピオン、まあ、どっちのコツでも、いい感じになってます。まあ、ただね、コツがリリースと。まあ、最初はね、やっぱりポイントがないんでリリースすら潰せない状況ではあるんですけど、でね、天才の入部届を使う際に、まあ、5枚あったんですけど、そのうちね、なんとね、2枚がね、センス×が来たんですよ。で、最初全然データとか見てなくて、割と早く天才って覚醒するじゃないですか。で、天才に覚醒した瞬間、なんかすんげえ強かったんですよ。なんかこいつ超強えとか思ってみたら、なんかセンス×だったと。で、一応センス×でもね、ちょっと続けてみたんですけど、やっぱりきついですね。10% プラスっていうのはね、やっぱり経験点的にかなりきつくて、もうそれ途中でやめちゃいました。で、またですね、何回かやったら、不眠症も来て、そう、不眠症も来て、もうなんかやる気なくて、まあ、天才の入部届速攻で燃やして、で、だから5枚中3枚がなんかよくわかんないマイナス能力がついてたっていう感じでしたね。だからここら辺の天才の入部届はもう自前のものを、使ってますと。で、風薙はね、やっぱり敏捷ポイント稼いでいきたいんで、まあ敏捷ポイントの選択肢を選んでますと。で、やっぱりね、虹谷の PSR のね、プラゴがね、本当に強いですよね。まあ、コツよし、経験点よしと。まあ、ここはね、ただ悩みましたね。虹谷か、パピオンか、みたいな。で、今回はね、やっぱり、技術ポイントね、これを稼ぎたかったんで、まあ、パピオンを選んでます。で、ここはね、ケースバイケースですね。体力が減っているときには、まあ、体力アップと、怪我しにくさを取るんですけど、まあ、体力マックスとかになっているときはなんか特殊能力を取ったりしてます。やっぱりね、パピオンはね、コツつかんで、打倒ポイント、まあ、理解度を上げていくっていうのにね、かなり役立ちますんで。で、前イベは2人しかいないんで、しかも短い風薙とルナちゃんしかいないんで、もうほぼ年内に消化できますね。で、ここもね、まあ、変化球結構強化上げとしては美味しかったんですけれども、やっぱり最初はね、最初は打倒ですね。打倒っていうか理解度を上げていくと。なんで告白もほぼきます。まあ問題はね、後イベなんで、まあ、今回もちろんその後付け動画なんで、まあ、後イベもあの全員消化してるんで、まあ、うまくはいってるんですけど。もう本当に速攻で前入りがね、終わっていくと。まあ、ルナちゃん2回の風薙3回とかだからね、そりゃ終わるよと。で、今回はね、やっぱりその、まあ、前回の練習と同じで六本木をね、最後に倒す関係上、まあ、二宮は、まあ、早めにどん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 打倒ポイントを下げてい、ってます。やっぱり一番最初は余剰で、次は二宮ですね。で、二宮を倒すと結構一ノ瀬が減るんで、まあ、一ノ瀬倒すとみんなの打倒ポイントが、まあ、4くらい減るんで、まあ、これも結構美味しいですね。ここら辺をうまく活用していってる。で、コツに関してはもう基本追求できるんで、まあ、5まで置いてますかね。よっぽど欲しいっていうものが来ない限りは。これで風薙の、金徳も消化ですね。で、やっぱり余剰は倒しておきたい。で、まあ、ここもね、五十嵐くんで体力回復させて、まあ、五十嵐が一番安定ですね。で、ここはどこに行くんだ。二宮のところに行くかな。割と悩んでんな。
喧嘩か。これ体力減ってる時に喧嘩が来るとちょっときついよね。もう寝るしかないんで。で葵ちゃんが体力削ってくるんで、まあ、寝た後でも結構体力が減ってるんで、まあ、ここは普通に矢部くんは体力回復に、してます。でここはこれだね、イカリも倒して二宮倒して四条が1残るけど、これはしょうがないよ。これやるはず。え、やらないの？やるでしょ、やるはず。もう自分でも分からん、超悩んでんな本当に。いや、やるよこれ。うん、やるよ。で怒りと二宮を倒しましたと。で怒りもね、早めに倒しておいて、打倒しないとタッグが組めないんで、ちょっとね全員の打倒ポイントが上がっちゃうんですけど、ま、強化暁に関しては、ま、減りも早いんでね、全然大丈夫だと思います。まあ、ここの金徳も、進めていってドクター系を狙っていくと。ここはなんか微妙な怪我率だね。余剰も倒せるわけじゃないので、ちょっとデートをして、ちょっと自然回復で体力を回復させて、まあ、次練習できるかなっていう狙いですね。でコツも来てるんで、まあ、パピオンですね。でまあ、余剰にするかパピオンにするか、これはパピオンでしょう。あれ、行かない、余剰に行く、わかんねえ。結局やってる時のさ、その気持ちとさ、こう後で見直しながら、いやここはこっち行くだろうっていう時はなんかたまにちょっと違う時あるからね。冷静に見てるのとやってるとね、どうしてもたまに判断能力がそのテンションとかによって上下してくるんで。で変化球のコツはこれは取りに行くでしょ。ダブルタックプラス3本末は9減るんで。やっぱりね、野球マン1号が変化球に絡んでくると変化球ポイントはね相当伸びますよね。でルナちゃんの初詣に関しては大凶さえ出なければもう何でもいい。でここら辺でちょっとポイントを見る感じかな。あ、そうかそうかそうか、1月の1週の試験があるか。今俺が忘れてたよ。俺自身が忘れてた。で球速に関してはねまだ3なんで、で碇守くんのマインドブレーカーも進んでるわけじゃないのでまだ置いておきます。でここは3本末ですね。ちょっとね動画を撮ってからね日が2日くらい空いてるんで、もうちょっと本当に詳細は覚えてないんですけど、なんかね打たれた気がする。碇はね多分打たれましたね。ミートが小さくてもね、こう芯に当てられるとやっぱホームラン持ってかれるんで。うん、大丈夫だな。いやでもどっかで打たれる。打たれない。俺の記憶違いか。あ、打たれない、満点通過できる。全然記憶違いだった。満点通過したわ。普通にね結構何回かやってるんで、まあ、とはいえねちょっとね自分のねこう仕事的に7月がね一番繁忙期なんですよ。なんでね今回の土日もちょっと1本も上げられなくて、まあラジオもサボっちゃって、申し訳なかったですけれども、ちょっと今月に関してはね更新頻度が結構下がると思います。だから結局これも動画撮って動画撮って結局後付けでやるってことは、この動画を見ながら、まあ、喋ってるわけであって、まあ、それもね2日後とかになっちゃってるんで。ムード丸、これ野手のさ特殊能力も加算されるよね。ちょっと検証はしてないんだけど。で八島もね倒しておきたいんだけど、五十嵐にするか。ここはするでしょう。対抗はしないよ。ここでなんかちょっと悩んでるけど。でこれはマラソンやらないですね。
そんなにねデメリットがあるわけじゃないんで、監督の評価がね20とか減るとか言うんだったらちょっと無理してマラソン強行するけど、5しか減らないんで。で四条はようやくですね、まあ、四条を最初に倒したいけど、やっぱりそれはケースバイケースで、まあ、場合によっては、まあ、なるべく早めにっていうことも、ありますね。でちょっと打倒を確認で、7位が少し多いですね、まあ、六本木と7位は最後だから多めでもいいんですけれども、とはいえずっと残しておいてもここで三本松を倒すと7位がめちゃ増えるけど、まあこれは倒せるときに倒すっていう、まあいつもの俺のパターンですね。8だからねこれきついよね。ルナちゃんはね本当に彼女としても優秀だし、変化球のタッグが組めるっていうことで、一応サクスペ専用キャラなんでね、ルナちゃんは本当に強いと思う。使いやすい、特にルナちゃんね、まあ、二股とかかけないのであればお守りもね持っていく必要がないんで、招き猫と天才の入部届をね両方持ち込めるっていうメリットもありますね。でここは六本木7位減らすんじゃないかな、減らさない一応見てるね、うん減らすね。結局3人残った時にね倍になるんで、でここはパピオンのダブルタクニックかスタミナニックかちょっと分かんなかったけど、普通に経験点に釣られたか、まあ、まだ2月の4週だから、うん、でここも安全策を取ってますね。結構ここら辺ひよってんな。で一ノ瀬が残ってるんで、一ノ瀬を倒せばみんなのね打倒ポイント減るんで、まあ、ここでいくと八島を倒しておきたい気もするけど、一ノ瀬倒してみんなの打倒ポイント減らすっていう感じかな。このね4下がるっていうのは結構役立つんですよね。残りポイントが少なくなってくると結局今みたいに7位とかも8減るじゃないですか。そういう時にね、細かい調整が効くんで、まあ、もちろん4減るとはいえ打倒できるわけじゃないんで1まで持っていけるっていうね。だ結構一ノ瀬はそういう感じで、まあ、打倒ポイントの後半の調整役に使ってますね、まあ、要は倍になる前に、まあ、一ノ瀬を倒して、まあ、みんなのポイントを減らしておくと、でそこから倍へ持っていくっていうやり方に、しています。あそれは基本方針なんでね。でさすがに筋力溜まってきたんでここは球速を上げていくんですけれども、まあ、一応マインドブレーカーの一つの、目安である球速144ですね。球速144ってこうなんか ABC とかに直すとなんか D だか C だかなんですよ。でその値になると、まあ143と144だと成功率がね結構違うみたいなんで、やっぱり一応一つの目安最低ラインとして球速144ですね。でこれは、まあ、タイピンに関しては結構つかめるんで、まあ、やる気とかもないん で、 一応メンタル見て八島が倒せるかみたいな、じゃあ八島倒すかっていう緩急はもう掴んでいいでしょう。で投資もあるんですけど、投資に関しては多分コツが来ない限りは最後にねポーカーフェイスの方が安いんで、まあ敏捷ポイントが余ってたらポーカーフェイスを取って多分メートルを伸ばしますね。でねここはねちょっとねなんていうの、最終的にまだ4月なんで4月中は3人打倒をちょっと狙いましたね。やっぱり復活が、コツ1でちょっと重めなんで、一応五十嵐は今のところ残しておくと。で4月の1週なんで赤徳を取りに行きました今回は。でなんていうの、その青徳を取るやつだと赤徳取る意味ないんで、要は青徳に関係ないやつですね。でなんか物によってはなんか見てもよく分かんないんで、まあ、曲がらないシュートとかはねシュート回転とかになるんでいいんですけど、
伸びとかって結局取るじゃないですか。だから伸びが足らないとか取ってもしょうがないん で、あと最終的には対左もあんまり取らないんで、まあ、ちょっとなんか取るものがなかった時には対左とかも取ったりしてます。だから基本的には青徳と の、なんていうの連動っていうか、あの青徳取って消すみたいなやつがないやつにしてます。一発病とかもそうなのかな。すげえ悩んでた。結局左にしたし、ちょこれして4つくらい、赤徳を取ってますと。まあそれが果たしていいのかどうかって言われたらちょっと分かんないですけど、でここはもうちょっとやることがないんでデートですね。本当に打倒がよろしくないときは、まあ、デートを消化していくと。結局多分デートも後半の方に詰まってくると思うんで、まあ、デートしながらなんかいいの来ないかなっていう風に待つと。シュート回転持ってんな。これはファールだよね。でルナちゃんはね、これなんだろう、 CPU レベル多分弱いとかなんかそんなっぽいよね。普通ほど打たれないんで、てか基本勝てるんで、まあ何はともあれね、このマインドブレーカーが成功しないともうちょっとそもそもメートルが伸びないんで、まあ、金徳不確定組が成功するっていうのは必須条件ですね。で進んできたのでちょっと球速を上げてます。そのね144の次がねいくつなのかっていうのが把握してないんだけど、まあ、155くらい上げとくかっていう、152とかだったかな、すいませんちょっとそこは曖昧なんですけど。であとは一応4月中の間は3人打倒を狙っていきます。2人かーみたいな。でここも多分やることはないよね。でデートをして、まあ、どんどん消化させていくと。でもちろんここは走者釘付けを取りに行きます。でここの試合はどうしたっけ、なんかもうコンピューター任せで進めた気がするんだけど、そうだね、なんかもういいやみたいな。結構点取られてんな。まあコンピューター任せにした場合、別に点取られてたとしても基本はプラスになるからね。まあここはやる気下がっちゃうのはしょうがないんだけど、まああんまり気にするところでもないと。でここでね、そう五十嵐倒してなかったことがうわーってちょっと思いましたね。ちょっと欲張ったかなと。仮に五十嵐を倒してれば、まあ、さっきの場面で同時打倒ができたんですけれども、ちょっと五十嵐がね、あもう今回邪魔だと思って、まあ、5月にも入っちゃったんで、ここで五十嵐を倒しにかかってます。で残り2ヶ月で、まあ、またちょっと2人来るかどうかと。そうここでねすげえなんかよくわかんないけど赤徳が発動しまくって、そうめっちゃ打たれてるんですよね。これ何が発動してんだろう。乱調とか持ってたんだっけ。対左も持ってるよね。対左三角みたいな。だもうスコア16なんで、これ、ね、確かもう一本打たれるはず、あの合格ライン下回ったはずなんで。打たれた。謎の赤徳発動でホームラン2本打たれたのがね結構きついよね。ホームラン1本と安打1本2本までいけるのかな、合格ライン的には。これもったいなかったよね。まあ、やる気はこれで回復できます。なんでやる気が上がるのかよくわかんないけど。ちょっと危ないよね、こう主人公の気持ち的に。イカリの助走姿見てやる気が上がったってことなのみたいな。そこはあんまり深く触れないで。でこの急速アップもいいところで来てくれましたね。155まで上げてるんで。ただ今回に関しては六本木と七井の、打倒がここで来てくれたんで、まあ、早々にね、切り上げることができて、
で、走者釘付け取ると今度マインドブレーカーと脅威の切れ味用の敏捷がまだまだ足りないんで、ちょっとここから敏捷を意識しつつ、まあ、練習をしていくことになると思います。で、あとはね、一応なんていうの、総合能力を見ながら、まあ、上げていくんですけど、一回下げて96じゃないですか。で、96から B に上げるんですよ。そしたら96じゃないですか、変わんねえじゃんみたいなで、スタミナはね、もうなんか全然変わんないっすね、これ以上上げても。で、 C で止めてあります。多分最後の経験点とかのところでももう一回多分スタミナ A とかまで持ってくような気がしたんですけど、多分全然上がんないですね。まあ、アプリではその途中でその査定みたいなのが多分確認できないと思うんですけど、サクスペの場合はね、まあ、能力上げのところで総合値の数値が見れるんで、まあ、それを見ながらちょっと効率よく上げていくと。まあ、今回能力とかは関係ないっていうか、あくまでもメートルに関係するのは総合値なんで、まあ、それを見つつ、まあ、どれが効率いいかっていう。で、あとはそうですね、もうタックよりもやっぱり守備練、ダブルタックが来たときはさすがにそっちへ行きますけど、守備でちょっと敏捷は稼いでおきたい感じですね。まあ、これは割と悩んだけど、結局どっち、結局守備だねで、虹谷も、金徳割と、まあちょっと1だけど、あとは脱散がね、基本5で取れるんで、最悪虹谷から1回しか取れなかったとしても、まあ、碇守君との勝負で脱散心取れたりするんで、まあ、マインドブレーカーは成功ですと。だ、マインドブレーカーはね、球速上げてれば結構成功率は高いと思います。まあ、もちろん失敗もするんですけど、そんなに失敗しないかな、なんか7割以上は、7割くらいは成功してると思う。今回そう、センス丸がついてるんで、まあ、敏捷ポイントの節約もできるっていうのが結構でかかったですね。多分脅威の切れ味とかマインドブレーカーとか、まあ、走者釘付けもそうなんですけども、敏捷ポイントがマイナスになってるんで、まあ、そこでね、従来よりも敏捷ポイントを稼がなくても済むっていう。で、マリンボールがねちょっと怖いなと、ちょっと進みがよろしくないなと思ったんですけど、まあ、まだ7月があるんで。で、2回目で、ここはもうパピオンでしょう。一気に進んだね3周連続くらいできた。これで変幻自在も無事取れましたと。ここで体力が減らなくなったのはねかなりでかいんですけど、その1個前とかがね結構体力減るんで。で、ここは、まあ、サクッとというか、まあ初戦はね点取ってくれると思うんで、さすがに。で、そんなに打たれるはずでもないので、まあ初戦はサクッといきましょう。で、サクッと飛ばします。まあまあまあ、初戦はね安定して勝てますね。まあ暁台はね野手陣も強いっていうところが、まあ、一つ強みですね。で、これはね、まあ、さすがに無理、やらないでしょう。ここまでうまくいっててあれに手を出す必要はないので。てか碇守る初タッグかここに来て初タッグっていうのはすげえな。球速が結局3なんですけれども、もう160まで上げちゃってます。でね、第2ストレートを取ると結構上がるんですよね。で、ちなみにツーシームとかよりもムービングファストの方が1上がるのが多いのかな。まあ、その分経験点もね使うんですけれども、
まあ、やっぱりピンちゃんが安定ですね。で、まあ、守備にねコツが来てるんで、ここは迷わず守備連ですね。でここの碇くんの勝負は勝ったには勝ったんだけど、なんか打たれたのかな、三振を取るのとなんかボンダに抑えるのってだいぶ経験点違うんでね、できればここは三振に仕留めたかったんだけど、あ、仕留めてあるかそう、ボンダで思いました。今ボンダくんが来てるじゃないですか、グラゼニの、まあ、どうなんだろうね、弱くはないと思うけど、ただすげえ強いかって言われたら、まあそうでもないかなっていう印象かな。一応精神ボーナスがついてるんで、まあ、精神は稼げるキャラではあるんですけど、まあ、コツは結構いいよね。低めとか緩急とか持ってるのかな。で低めはね持ってるとサンタ立川とね併用して使いやすいんで、そこはいいところではありますけれども、金徳が不確定なんだよね。なんかアウトロー9位の原点回帰だっけ、まあ、上位版で、まあ、俺あのアプリではボンダ君最近なんだっけ、イベントのやつで、イベントっていうかなんか進めてくやつあるじゃないですか、サイコロみたいに、あれで手に入れてばっかりで使ったことないんですけど、まあ、だからどうだろうね、三田村くんとかもね結構使いやすいキャラなんで、精神ボーナスキャラとしては、まあ、三田村くん持ってなくて、あと今回のバナーになってる、まあ、神楽坂くんとかもなければ、まあ全然引いてもいいとは思うんですけど、ちょっとねボンダ君については持ってたとしても頻繁に使うかっていうのが分かんないんで、今のところは自分はまだスルーする感じです。まあ、じゃあここから飛ばしてきます。まあ、結構点を取ったんでね、試合自体は長くなっちゃいましたけど、で2回戦目に関しては俺は文武が一番嫌いですね。嫌いな方ね、嫌いなのは、一番嫌いなのは文武で、戦いやすいのは、まあ、打ちやすいピッチャーなんで、まあ、銭形とかね、まあ、北斗とかもストレート主体なんで結構打ちやすいんでいいですけれども、でなんだっけあそこ、葵ちゃんいないけど、葵ちゃんのいるところは振動がね追加されてからは基本先発振動なんで、前はなんか一般キャラで割と変化球中心の投手だった気がするんだけど、今振動がいるんで振動もそんなに打ちづらくはないかな。でまあここら辺でちょっと、コツを取りに、コツじゃないや、特能を取りに行ってる感じか。で敏将はもう18あれば脅威の切れ味は取れるはずなんで、まあ、そういうところは、敏捷ポイント使うやつですね、ちょいちょい回収してます。
で2回戦も無事、勝ちましたと。で最後はもう体力ないんでね、普通に追求してポイントを取っていきます。で今回はねパピオンのね、最後のイベントを見なきゃいけないんで、まあ、普段だったらねもうここまで来るとめんどくせってなってあのチャンスで全員操作みたいなやつにするんですけど、あそうここで球速をね確認してるんですよ。一応160で168じゃないですか。で4キロ上げたところで何にも変わんないんで、もうちょっと球速なんかね165まで上げると伸びますよみたいなコメントがあったのかな、ちょっと、すいませんあんまり読んでないですけど、160から164に上げたところで、まあ、総合値は変わらなかったんで球速は160で止めてますね。まあもし165まで上げて結構伸びるんだとしても、でもやっぱり得能を取った方がいいのかなっていう気はするんで、ちょっと危なかったよね1点しか取れなかったから。たまにね牙はね打てない時が出てくる。打てる時は打てるんだけど、なんかねハマると打てない、まあ、そういう時が出てくる。まあ、全体的な流れとしてはね、まあ、消化するものは消化して、まあ、ポイント的にも悪くなくっていうところで、来てるんで、またエピローグポイント2人からもらって最終調整ですね。尻上がりはもうすでに取ってたかな。でここで脅威の切れ味と、で脅威の切れ味用の敏捷ポイントは残してあります。まあ、まずは金徳を抑えに行って脅威の切れ味ですね。で打球反応も敏捷ポイントがあるんで、取って、でポーカーフェイスを取る敏捷ポイントがないんで、今回はまあ精神も余ってるんで、投資を取りに行ってます。でまああとは軽めのものを取りに行きつつポイント調整っていうところですかね。で変化球に関してはまあ見ながら上げていって、そうだ球速一回上げるんだけど結局上がらんと、その査定的な話で。で181でシンカーを伸ばした時に、まあ188まで伸びるんでこれでいいでしょうと。まあ、変化球ポイントに関してはもうちょっと使いどころがないんで、まあ、変化球を普通にやってます。でここでねスタミナなんですよ。スタミナがねマジで上がらないんで、 C から A に上げて、てかもう限界まで上げても何にも変わんないんで、もうスタミナはここは捨ててます。もう188のまんまですね。だとここまで来たらなんかやっぱりね SS 作りたいなと思って、で SS 作るためにはまあやっぱり、まあ、今回赤徳も取りつつなんで、まあ、普通のね特殊能力を中心にとって、まあ、総合値を上げていこうと。で技術がねやっぱり足りないんで、なるべく技術を使わず特殊能力を取っていきたいなと。でこれで、SS にはなりましたね。赤徳4つ持ってるけど、ちなみに投手のね SS はねこいつが初めてです。であとまあそれなりに残ってるんで、なんか怪我しにくさとかどうかなって思ったんだけど何も上がらんと。であとこのポイントの振り方だともうなんかよくわかんないけど野手の特殊能力を取って、まあ、いわゆるメートルを上げていこうっていうスタンスですね。なんか筋力やたら余ってるから筋力いっぱい使えてないかなって思ってはいるんですけど、なんかあったかな。あれだ、一番下のやつ
名前してた、そこ一発逆転これ取ってます。で片目も取るかな、何取ったっけ忘れちゃったけど片目を取った気がする。うん、まあここはもう完全にメートル伸ばしですね。でもこれで野手の特殊能力も、取れるものはないので適当に弾道を上げてと。で投手も取れるものはないのでこんなもんで、あとはスタミナチューチューチューと上げて終わりですね。あとパワーが上げられるのかと、まあこんな感じで、まあちょっとなんていうの、もったいないはもったいないよね、赤得4つついてるから。これはねなんか分かるようにまた例によってマウンテン的な名前にして、でただこのマウンテンって初の SS キャラなんで絶対なんていうの一軍登録されるはずなんですよ。でこいつ赤徳持ってるじゃないですか、だからここで一応赤徳持ってるよっていうのを分かるようになんか名前に赤をつけようとしてますね。今赤を探してるところどこにあるか分かりますか赤がねえとか今ちょっと迷ってるんですけど、あります、普通にあったあったと。一応まあマウンテン赤くんが出来上がりました。 SS ですね。ということでまあ能力的にも悪くないし特能も結構取ってるし、その特能の組み合わせも、取れてるんで、まあ、あとはどれくらい伸びるかっていうところですね、まあ、全体的にはこんな感じ。一応予備軍に登録されてるんだ。で 265m と、いうことで、まあ、4人作るのがね結構大変だよね。投手はねもう1人がそこまで伸びてないんで、まあもう1人くらい作っとかないといけないかなっていうところではあるんですけれども、まあ、250くらいはちょっと出したいですね最終的には。まあただ時間がないんでどこまでできるかわかんないですけれども、というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。